テレスコープデンチャーとは、維持装置をクラスプではない、はめ込み式の機構を用いた技師の総称である。いずれのタイプも保険が適用されない自由診療となる。代表的なものに、コーヌスクローネやリーゲルテレスコープなどがある。コーヌスクローネは、残存場に被せるタイプの技師であり、高校内のうち、冠と呼ばれる、メタルコアに、義種床がついた、 クラウンタイプの外間を被せることにより装着する。維持は外間と内間の摩擦力で行う。リーギルテレスコープは、管抜きの原理を応用した義師で、留め金を高校内で締めることにより、義師を維持する。ちなみに、テレスコープとは望遠鏡ではなく、はめ込み式のという形容詞での意味である。テレスコープデンチャーの利点を包括するインプラントの普及により、 症例数は減少する傾向にある。しかし、インプラントと異なり手術の必要がないという利点があるため一定のニーズは残っている。山下正明、和田光樹、アタッチメントテレスコープ応用のパーシャルデンチャーの設計、制作8万症例の分析と経験から第3回コーヌスクローネの術式と基礎ステップ、歯科技工第十二巻第十一号、いはやく出版。 2004年11月1408から1422ページ、一瞬0389から1895、医学中央雑誌20億507万9282。ありがとうございます。